黒石。周囲を銀製のカバーで保護されている。黒岩はメッカのカーバ神殿の東隅の外側、地上から160センチメートルほどのところに据えられた黒い石である。イブンイスハークの予言者伝によると、予言者ムハンマドが黒石をこの場所に据えた。復活の日が来たら黒石に目や口が生えて、 これに触れたことのあるものの弁護をするといった趣旨の発言をムハンマドがしたという伝承があり、ハッジやウムラの際に黒い家の接触を象徴的に行う儀礼を行う慣習が成立している。10世紀頃までに一度はれており、セメントで繋ぎ合わされている。セメントも含めて全体で30センチメートルほどの大きさ。 黒井の材質が19世紀に一度分析されたことがあり、黒井は隕石であると結論付けられたが、20世紀後半では、非隕石説が優勢である。1850年代に一度銀枠が取り外された、時にスケッチされた、黒井の外観図カーバの黒石は、もともと一つの石であったが、7世紀から10世紀に割れて、いくつかの破片に分かれた。 今はセメントで一つに塗り固められており、銀の枠でカーバ神殿の外壁に固定されている。黒いの物理的な特徴は、巡礼を装ってカーバを訪問したヨーロッパ人旅行者により、19世紀から20世紀初頭にかけて初めて西洋の文献に記述されるようになった。スイスの旅行者、ヨハンルートビヒブルクハルトは、1815年頃に巡礼を装って、 メッカを訪れ、1829年の著書、アラビアの旅でこれを詳細に記述している。いびつな楕円型で、直径およそ7インチ、表面には、起伏があり、一ダースほどの様々な、大きさと形をした、小さな石からなっており、少量のセメントで巧みに接着され、完璧に滑らかになっている。激しい一撃によってバラバラになったものが再び、 くっつけられたかのように見える。数限りなく触られ切噴され続けて、現在の表面にまですり減っているので、この石の本来の性質が、どのようなものであるのかを判別するのは、非常に困難である。私には、白や黄色の物質からなる数多くの異質な小片を、含んだ溶岩であるように見える。現在の色は、黒に近い深い赤褐色である。 石のそれと近いが同じではないか試食をした、ピッチと砂利でできた密なセメントのように見える物質で、できた円が、石の側面全体を囲んでいる。この円が分離した破片を支えている。円は幅2から3インチで、石の表面よりも少し飛び出ている。円と、石は、銀の帯で囲まれており、これは、上よりも下の方が、幅があり、両側面には下方に大きなコブがあって、 石の一部がその下に隠れているかのように見える。円の下部は銀の秒が打ち込まれている。サウジアラビア王国政府が2021年に撮影した黒石。1853年にカーバを訪れたリチャード・フランシス・バートンはこう書いている。色は黒とメタリックのように見え、石の中央はメタリックな輪よりもおよそ2インチほどくぼんでいる。側面の周りには 石葛色のセメントがあり、金属部分とほぼ同じ高さで、そこから石の中央へと傾斜している。帯は金もしくは銀メッキのどっしりとしたアーチである。石が収まっている開口部は、広げた手の親指から小指までに指3本を加えたほどの幅である。ムスリムの間に伝えられる伝承においては、黒岩。 どこに祭壇を築き神に犠牲を捧げればよいのかを、アダムとイブに示すため、天国から落とされたものとされている。祭壇は、地上で、最初の人員となった。また別の伝承によれば、黒いは、アダムが堕落した罰として、アダムの守護天使が姿を変えさせられたものだとされている。石は最初はまばゆく輝く純粋な白であったのだが、 長年にわたり人々の在業を吸収し続けたために黒くなってしまったのだという伝承もある。伝承はアダムの祭壇と石は大洪水で失われ一度忘れ去られたのだとしている。大天使ジブリールがそのありかをイブラーヒームに示し黒いとアダムの祭壇の場所は再発見された。イブラーヒームは息子イスマーイールに 石を埋め込むための新しい寺院を建設するよう命じた。この新しい寺院がメッカのカーバである。黒岩割れていくつもの破片となっており、その数は7から15まで諸説あり、これらは銀の枠によってまとめられている。この損傷がいかにして起きたかにも諸説がある。1911年度版のブリタニカ百科事典によれば、 この損傷は683年の包囲攻撃の際に起きたものだったという。タイム、ライフブックスの編者たちは、ウマイヤ朝のカリフ、アブドゥルマリクブン・マルワーンによる包囲戦の際の損傷だとしている。2007年度版のブリタニカを含む他の情報源によれば、アッパース朝の時代にバハライン地方で信奉者を多数得ていたカルマト派というイスマーイル派の一派が、 930年に、アブー・ターヒル・ジャンナービーという指導者に率いられて、メッカに攻め入り、黒井を本拠地のアハサーに持ち去った際に損傷が起きたのだという。歴史家ジュアイニーによると、黒井は20年後の951年に、いささか不思議な状況で戻ってきたのだという。黒井は袋に包まれ、我々は命令によりこれを持ち去り、命令によりこれを戻した。 というメモと共に、クーファの金をモスクに投げ込まれた。このもっさりと移動は、さらなる損傷をもたらし、黒岩、割れて七つの破片になった。ヘレニズム期の統治中海世界には、展開から、神々が落ちてきた伝説を演技とする神殿が、少なくとも六例存在した。これら神殿には、バイトロスベータアルファータウープシロンラムダすなわち、隕石が祀られ、 人々の崇拝を受けていた。こうした信仰は、真昼に燃え盛る十字架を空に見たことをきっかけに、キリスト教に転校したという伝説を持つ、コンスタンティヌス大帝期に途絶えてしまう。こうした、過去の事例との対比で言うと、イスラーム文化における、カーバの黒石はそれ自体が崇拝の対象ではなく、数形。 単に大切なものと思われているに過ぎない。対立する種族の族長にそれぞれ広げた布の四隅を持たせ、黒いを持ち上げさせたムハンマド。タバリーの修士の差し絵。1315年頃の細密画。イブニスハークのスイラは原本が散逸したが、タバリーやイブニヒシャームに大部分が引用されて現代に残る。 イブンヒシャームが伝えるイブンイスハークのスイーラナバウィーヤによると、ムハンマドが35歳の時にカーバ神殿を一度解体して建て直すことが、クライシュ部族の話し合いで決まった。再建中は、一旦取り除かれていた神殿内の心臓や成績であるが、黒いを神殿に飾り付ける段になると、当時ひどくいがみ合っていたクライシュ部族内の各氏族の対立が再燃した。 対立が、流血の惨事待ったなしの状況になったため、クライシュ部族の有力者が神殿で話し合いを持った。この時部族で最年長の長老をアブウマイヤが、今から、あの門を最初にくぐって、ここに来た者に決めてもらうことにしようと提案し、皆が賛同した。そして、最初にやってきた者が、アブドゥルラーの息子ムハンマド、後に、神の預言者。 神の使徒と呼ばれる青年である。事情を聞いた青年はここに布を持ってきてくださいと言い、黒いを手に取って広げた布の中央に置き、対立する氏族の代表者の各のに、布の各辺を持たせて持ち上げさせ、カーバ青殿の東隅まで運ばせた。そこでムハンマドは黒石を手に取り、神殿東隅の柱にはめ込んだ。 イブンイスハークが伝える黒石とクライシュ部族のかい、およびムハンマドによる、朝廷のエピソードは以上である。証明後、迫害を受けて、メッカを去った後のムハンマドは、632年に、亡くなるまでの間に生涯で二度メッカを訪れた。一度目は630年のメッカを無血征服した、時で、この時ムハンマドは、カーバ神殿の黒石に触れて、神は、偉大なりと叫び、 周囲もそれに昭和したとされる。二度目は632年3月、彼の生涯で最初と最後となる巡礼の時である。この巡礼は別離の巡礼と呼ばれ、この際にムハンマドが示した作法に基づいて、以後の八字巡礼の信仰実践が形作られるようになった。ブハーリーの新聖集に収録されているハディースによると、ウマルブンハッターブは黒井に対して、 そなたは石に過ぎず、誰を助けたり傷つけたりもしないことはわかっている。神の見使いがそなたに接吻しなかったならば、私はそなたに接吻しようとは思わなかっただろう。と言いながらも、黒いに接吻したという、カーバ使い。が黒い、がキスは。巡礼は、黒いの下から出ているラインでタワーアフの周回数を確認する、カーバ周囲の大群衆。 全ての巡礼が黒井に接吻するのは現実的ではない黒井に接吻しようと殺到する巡礼者たち。黒井の傍らには守衛が立ち、接吻が終わり次第巡礼者を押しのける現在のハッジの儀礼には巡礼がムハンマドの行為に習い黒井に7度接吻しようとすることが含まれている。現代ではカーバは大群衆が訪れるので各人が黒井に 接吻するのはもはや事実上不可能となっており、巡礼は、建物の周りを巡るたびに、黒井の方向を単に指さすだけで良いということになっている。黒井は、タワーフの周回数を数えるのに便利な、単なる目印であると考えるのが一番良いという、ものまでいる。一部のムスリムはまた、最後の審判の際には、黒井が自分に接吻した者の,の弁護をしてくれるという、 ティルミズイが伝える、次のようなハディースを信じている、黒井の儀式的な役割とは別に、その黒い色は、神のために、属性から離れる製品と、神の方へと進むために求められる自我の焼却という、霊的な美徳を象徴しているのだと考えられている。黒井の崇拝は明らかにイスラム教の交流よりも、前から存在した。中東のセム人の文化には、 珍しい石を崇拝の場の印として用いる伝統があり、旧約聖書やクルアーンにもその繁栄がある。グリューネバウムは著書古典時代のイスラムにおいて、カーバはイスラム教以前の時代からすでに巡礼の場所となっており、おそらくは石で築かれた唯一の聖書であったが、アラビアの各地には他のカーバ建築が存在したことを示す。 情報源があるとしている。南アラビアの町、ガイマーンには赤い石があり、その町の神格であった。アバラートの町にもカーバがあり、そこには白石があったという。グリューネバウムは、この時代の神聖の経験はしばしば石への呪物崇拝、山岳、特別な造眼、不思議な育ち方をした樹木といったものと結びついていたと指摘している。 黒いの材質は、玄武岩質溶岩、目の王、天然ガラス、そして最も一般的には、石質隕石などと、様々に記述されている。あれほどまでの接触に耐えてきたのであるから、硬い岩石なのは明らかである。951年に、その21年前に盗まれた石が取り戻された時の話は、石の性質の重要なヒントとなる。年代記変者によれば、 黒岩は水に浮くことでそれと分かったのだという。この話が正確であるなら、目の、玄武岩質溶岩、石質隕石という可能性は排除され、ガラス、または軽石であるという可能性は残る。黒岩は、約6000年前に、メッカから1 1 0 0トルほど東にある、ルブアルハリ砂漠のワーバルに落ちた、断片化した隕石の衝撃によってできた。 ガラス片なのではないかという説がある。ワーバルには衝撃で溶け隕石のニッケル鉄合金の小片を含む石英ガラスの塊があることで知られている。これらのガラスの塊の中には白や黄色の内部とガスが満ちた空洞を持つ輝く黒のガラスでできたものもあり、この空洞によって水に浮く。科学者たちは1932年になるまでワーバルの クレーター群の存在に気づいていなかったが、これらはオマーンからの対象路の近くに位置していたので、砂漠の住民たちには知られていた可能性が非常に高い。より広いエリアとしては、間違いなくよく知られていた。古いアラビア語の詩では、ワーバルもしくは、ウーバルとは、邪悪な王をいただいていたために、天国からの火によって破壊された、伝説上の都市の名前であった。 クレーターの推定年代が正確であるとすれば、隕石の落下はアラビアに人間が住んでいた時期に収まり、衝突そのものも目撃されていた可能性がある。しかしながら、近年の科学的な分析によれば、衝突は以前考えられていたよりも、はるかに最近の出来事であり、ほんの200から300年前のことであったかもしれない。ありがとうございます。